10年前の今日、わしらの乗った客船が海難事故に遭い、漂着した島に閉じ込められた。今日は大切な日じゃ。ばあやから渡すものがある。これはわしらの故郷に代々伝わるものじゃ。大事に持っておけ。なくすんでないぞ。ばあやが教えた童謡もきちんと覚えといておくれ。いつえの山の隠れ里。万が一のためにこの代々伝わる家宝をあなたに託すわ。私のばあちゃんによると、この家宝は遠い故郷から来たものよ。お母さんは幼い頃に故郷を離れたから、はっきりとは覚えていないの。多分この童話がこの故郷のすべてを歌っているのかもしれないわ。無人の森に道二本。時が過ぎるのはあっという間じゃな。わしも年を取った。愛しの孫娘よ、こっちへおいで。ずいぶん重たくなったの。もう一人前じゃ。これが何か知っているか。我が家の家宝じゃよ。ばあやの先祖たちがこれを抱えてここへ来た。それを今童謡と共にお前に託そう。通り抜けるは川一筋。おーい、さっきばあやからもらった贈り物見たかい。ばあやが言ってた、これは外の世界から来たもの。ご先祖様が持ってきた家宝なんだ。そうだ、童謡も一曲教えてもらったんだ。確か四方の山野に響く老唱。ここ数年、満潮時の水位が高くなってきておる。生活する場所が海面の上昇でなくなりそうじゃ。このまま行ったら荷物をまとめて家族と共に高所へ今日移すしかないわい。お母さん。どうしたんだい。海面が上がってきたから、とりあえずみんなを高いところへ避難させたわ。家宝は家族を優先したから持ってくる余裕がなかった。ごめんなさい。家宝は島の中央に残されてるわ。もし水が引いたら、もしくは外から人が来れば見つけてくれるかもしれない。おーい、見つけたぞ。折れたもう片方だ。まったく、寛平とのやり取りに費やした時間が台無しだ。苦労して持ち出した財宝もなくしたし、船も壊れた。じゃの目の旦那に知られたらただじゃ済まないだろうな。手元にあるのはこのくぐつぶしのみ。こいつも俺らもここから脱出することはできないだろうな。もうおしまいだ。よりによって赤穂峠の親分が大事にしていた船を俺たちに任せてもらったばかりなのに沈没させちまった。金とお宝も全部なくした。罰だ、罰が当たったんだ。あんなくぐつぶし盗むんじゃなかった。もう俺たちは。黙れ、赤穂の親分の船だ。何が何でも元通りに直してやる。ヒルチャール、どうしてこんなところに。おい、何をする。誰か助けてくれ。トントンが俺の帰りを待っている。どうするべきか。会いたいよトントン。ちゃんとご飯を食べてるかな。助けに来てくれたのか。命の恩人よ、ありがとう。将軍は悪い人じゃない。僕たちを守ってくれたんだ。危険だと言ってるのに。ちょっと、どこに行くの。君は遠くから来たって大人たちが言ってた。見た目は将軍みたいだね。将軍、話してくれるかな。取ってきた花をあげるからダメかな。君のことを仲間じゃないってお母さんは言ってるけど、
君は僕たちを守ってくれた。そうだよね、将軍。あ、そういえば喋れないんだったね。将軍と同じで、僕たちの故郷も遠いところにあるってお母さんが言ってた。遠すぎてどこにあるかわからないくらい。将軍、君も家に帰りたい？今日は固定方向への運行を試したけど、どうしても出発地点に戻ってしまう。原因はわからない。言ったでしょ、何年もここにいるんだから。思いつく方法はとっくに試したわよ。お前ら島の住民は素人だ。航海の問題は名の知れた俺たち稲妻海賊の専門分野さ。俺たち専門家の意見に従うのが得策ってもんだろ。軍島で遭難した専門家に聞けっていうの？ふん。聞いてくれよ。この海域の霧は規則性があるようだ。朝から晩までそれぞれの場所に立ち込めている霧がだんだんと変化してる。もし俺の考えが正しければ、軍島から逃げる出口はどこかの霧に潜んでいるはずだ。それが見つかれば船でみんなを外へ連れて行ける。本当に？早く探してみようよ。波の導きに沿ってこの方向へと、うん、そして強い風が吹いてくれれば大丈夫だ。この季節は月が昇ると風向きが特殊な変わり方をするんだよ。何？本当か？うん、この海域の風向きは全部把握してるよ。あの岩礁は一体どういうことだ？よく見てごらん。ただの霧の中の幻影だよ。そうか、もしかして蜃気楼？蜃気楼？君の言った通り、霧が晴れたね。あとは風に乗って船を進めればいいはずだ。この島はモンドの山体から分離してできたものだ。ある強い力が山脈の一部を切り離し、この海域へと運んできた。このような形になったのは、その移動の最中、山体が転倒したのが原因だ。実に面白い。これも風神バルバトスの傑作だろうね。ディルック、お前は決断力のある人間だから、海鳥を撃つか貝殻を拾うか、お前が決めてくれないか。何が言いたい？そうツンツンするな。ここから身動き取れなくてどこにも行けないんだから仕方ないだろう。だったら楽しいことでもして時間を潰さないと。そうだ、貝殻拾いはいいアイデアだと思わないか？ガキの頃、お前と一緒に拾ったのを思い出す。そんな昔のこと今でも覚えているのか。ここのお魚、焼いて食べるときっと美味しいよね。クレーお魚食べたい。じゃあ私が一緒にお魚を取ってあげるね。でも静かに、お姉ちゃんに気づかれないようにね。本当に？バーバラお姉ちゃんもお魚好き？食べることより捕まえる方が楽しいかな。小さい頃お姉ちゃんと魚取りしたことがあるんだ。お姉ちゃん普段はあんな感じだけど、小さい頃はとても子供っぽかったんだよ。カメさんを飼ってたこともあるんだ。意外でしょ。変な機械。お腹すいた。魚食いたい。左には水、右も全部水。あらかじめここに漁網を仕掛け、引き潮まで待つ。すると通りがかった魚が自分から捕まりに来るんじゃ。おお、すごいね。ほっほ、先祖の知恵は計り知れぬ。おい、
聞こえたか。島がうなり出した。満潮が来る合図じゃ。早く頂上へ避難せい。こっちだ。この塔を使って上へ登れ。はあ、何代もの間ここに閉じ込められてただと。こんな荒れ果てた島に閉じ込められたわけじゃない。生きるためにはこうするしかなかったんじゃ。ここからは誰も出られん。マジかよ。まさか俺らもここから一生脱出できないってことか。いや、それは全く違うな。いいか、外の世界はすっげーでかいんだ。モンド、リーウェ、そして稲妻、それらの国々と比べるとこんな群島なんかちっぽけなものさ。リーウェ？ああもういい。果実でも食いながら死ぬのを待つしかないのか。この辺りの遺跡はすっげーな。でもなんで全部逆さまなんだ？それはわからぬ。何せ古くからこの土地にあるものだ。わしらの先祖よりもずっと昔からの。ここの石材を各島に運んで建築材料として使っているんじゃ。広大な海を恐れないで。逃げちゃダメ。いろいろ試してみないと。試したことがないとでも思ったのか。もうこのために犠牲者を出したくない。この目で見てきたんじゃ。大勢の人間があの霧に入っていったが、一人も帰ってこなかった。もう危険を冒すのはやめた方がいい。おじいちゃん以外のみんなはもう行っちゃったよ。今度こそ信じて。本当に出口を見つけたから。そうか、いいだろう。信じるぞ。わしら全員のすべてをお前に託す。おい、交代だ。こんなとこで居眠りするでない。風邪をひくぞ。それで状況はどうだ？どうして寝てたんだ？あ、安心してくれ。満潮の気配はない。おい、早くこの島を奏でろ。海水が上がってくるぞ。